ねえみんな、忍者ら来た。来たよ。待ってたよ俺、忍者ら。みんな知ってる忍者ら。知らないよね。あのね、5月28日に、出るらしいんですけど、なんかね、去年の春に俺出るって聞いてたんだよ。本当は。本当は去年の春って聞いてて、あ、そうなんだと思って。で、全然情報が来ないんですよ。情報全く来ないから、あ、これ、なくなっちゃったのかなって。本当は忍者ら出ないんじゃないかなって俺思ってたんですけど、なんか今年の春に出るみたいな情報があって、まぁ、ちょっとね、流してたんですよ。また嘘かもしれないみたいな。また来る、くるくる詐欺かなと思ってちょっと見てたんですけど、本当に来ました。忍者ら。去年出るって言ってたよりも、明確な状態で出てきた。こんな、オフィシャルサイトみたいなあるの知らなかったもん。今日初めて見ました。すげえよ。ちなみに、先行試写会、今日です。4月29日、あ、日付は変わるんですけど、朝の4時からやってるみたいです。一応こんな感じで、開催日時書いてあるので、これで確認してください。まあ朝はね、みんな寝てると思うので、昼とかね、寝てくださいね。水曜日祝日だから多分、結構いろんな人ができるんじゃないかなと思います。ねえ、これ会社がね、ガンホなんだよね。ガンホ。ガンホだとパズドラとか出してる、まあ、でっかいゲームだとパズドラだね。パズドラの会社なので、すーげー力入れてるわ。ちょっとスプラっぽさあるっていう。ちょっとね、俺がやってるゲームに近いよね。どんなゲームなのかっていうのを、公式サイトが動画上げてたので、今から見ていこうかなと思います。はい、始まりました。バトルロイヤル。そう、このゲームはね、チーム戦とバトルロイヤルっていう、個人戦もあるんですよ。で、キャラクターは今映ってる8人かな？俺が見た中で8人。だと思うんですけど、一応スキンが変えられるみたいです。服とか着替えられたり。まあ、ギアみたいな感じかな。いろんなのがありました。で、この忍者ガムっていう、なんだろう。ガム。ガム飛ばして戦う。で、スプラトゥーンとかでシューティングゲームなんですけど、これね、もしかしたら格ゲーに近い。なんかどっちかっていうと、アームズに近いのかなって俺は思ったんですよね。で、文字もちょっとアメリカ風、アメコミ風でかっこいいでしょ。やっぱ忍者だからこう隠れられるんですよ。こういう旗に隠れたりして潜伏して戦うみたいな。結構面白くないですか見た目。もう爆弾これスペシャルかな。多分サブとメインとスペシャルあると思うんだ。うん、多分そうだってね。まあ、いろんな遊び方があるっぽいので、まあ、先行試写会でね、確認していきたいなと思います。俺は先行試写会の動画バシバシ上げていくのでよろしくお願いします。みんなもう多分無料だから、先行試写会無料。あ、うんちになってるうんちになってる。かわいい。うんちだったら逃げんのか。多分スペシャルだな。うんちにしたいな相手を。まあこんな感じでいろんなキャラがねいるんすよ。バットとかヨーヨーとかガム使って戦う。トルネードだ！すげえ！ちょっと楽しみでしょ？先行試写会、楽しみたいと思います、俺も。そういうことで、忍者らでした。